でしょ。あっさりと寿司醤油とどっちにしようかな。あっさりと寿司醤油、普通の寿司に合う。ゆうとも寿司醤油。どうぞ。
昨日、フェーン現象などで日本海側を中心に83地点が35度以上の猛暑日となりました。九州です。中国地方は晴れ間が出ますが、四国や九州はお昼頃まで。 I felt the memories are stuck in my head, so yeah, I consider this a little bit of a revenge. いや、2試合連続のストレート勝利、かなり調子上がった。ここまで準決勝のアイスケルダも、過去の対戦成績1勝1敗、アメリカのブレイディ選手と対戦をします。さあ、優勝に向けて、注目の準々決勝、準決勝。これね、長崎、有田焼きは本当なんか誰が見ても有田焼きって感じで、あんまりうちの家のお皿と合えないかと思って、これだけ買った。もっと買いたかったけど、まあプレゼントでお皿ももらうから、紙バンドと、まあ日本の YouTube の大人気、このマカロニっていう、チャンネルで100円ショップのグッズで作るなんかお弁当グッズ、なんか卵焼きってお弁当に入れるときにいつも2個ぐらい入れるじゃん、卵、これだったら卵1個でもいけるし、レンチンで簡単にできるし、まあ味美味しいらしい。これ最後1個残ってんのゲットした。カルディのコーヒー粉、これにしようと思って。50% 増えたけね。え、珍しい。
どっちがいい？んでも。なんかしようか。従業員の方はレジまで。柔軟剤の香り。いいいい。ピーチにする？柔軟剤する？これ一個買ってみようか。塩素系とか。レモン商品か。私見た目こんなんか知らんかった。これ一個ずつ売ってほしいね。シャルメラか。これはちょっと多い。